飼い犬になりたい暗殺者が今日はゲストだそうですが、<laughs> えー、しきなぎさんはローくんのこと飼い犬にできますかできそうですか <laughs> <laughs> どうですかどうですかじゃねえだろ。どうですかやだよ <laughs> いやだってなんだよ <laughs> <laughs> なんで後輩飼わなきゃいけないのよ <laughs> いや、ウェルカムだよ、俺は。やかましいわ <laughs> <laughs> い <laughs> 誰でもいいか、お前。マジ誰でもいいよ。マジで言ってんの,てんの関係ないからね、男も女も。いい あ、そう養ってくれれば。しょうもな。しょは <laughs> おい。言い過ぎだろ。<laughs> 自分の力で、なんとかせ自分の力でできないから養ってほしいんだよ。嘘つけいや、なぎさんついや、ウェルカムいつ,いつ、いつ、いつでも待ってる。はは、やだよ。全然。いや, <laughs> やだ。でもいいえな、な、な、なんで養われたいの養われたい何なんでか。なんで 考えたことないけど楽したいからじゃないうわぁ、多分。最悪だよ。お前みたいなやつがいるから VTuber 楽だと思われるんだよ。なぁ <laughs> <laughs> でかすぎだろ、待って。新人だから。2, 2ヶ月の影響力、そんなでかい。うん、<laughs> 養われる、養われたいっていうのは、だから要はもう、うん、本当にだからひもみたいな感じでまあ、そうだね。 だから、どれくらいの温度感なのなその、例えばだけどさ、もう、もう本当にだからもう、に、極潰しみたいな感じでいいとか。いや、もう、だから、好きなことをやっていいなら、もう誰でもいい。マジ好きなこと以外全部やってくれる人がいい。うわあお前、終わってるよ。<あー> <laughs> よく言われる。<laughs> 家事、家事とかは。あ、もう家事マジでできない。マジでうん。てか、料理作らないし。 ああ、まあまあまあね、料理は確かにね、作んない。もうギリギリ洗濯。いやいいとこ。洗濯でギリうん。まあでもね、せっ確かにね、めんどくさいよね、なんか。いや面めんどくさいよ。くずだで、逆にどうなのなぎさん。どちらかというと、そうそう、養ってあげたい派とかいるじゃん。養ってほしいとか。ああ。私でも、ちゃんと好きな人だったら、なんか、なんか養ってあげるのはやぶさかじゃない。正直。 ああ、養われるより、養いたい方。もちろん、養われたいっていう気持ちも、ゼロではないけど、うん、なんか、うん、多分私が申し訳なくなると思う。まあ、確かに、はいはい、確かにどっちかというと、養われるよりは、まあ、割と、養いたいよりかもしれないね。あ、うんまあ、でもいいね。まあでもいいぴったりじゃん。いいやだよ。何お前勝手にパズルのピーズ髪形してんだよ。<laughs> ピタってくっついたでしょ。髪は合ってねえよ。<laughs> なになになにざけんな、マジで。でもまあまあ、一番いいのはでもやっぱり、なんか、なるべく対等な関係っていうか、だか<あ>ら、その、それ例えばの話だけど、まあ本当にだから家事だったりだとか、もうそういうのは、だからなるべく半々だったり、ね、うん、できたらいいなって思うし。ああもう、はいはいはい。うん。背中合わせて、一緒に切磋琢磨してくれるような仲がいいんだ。がいいね。羨ましい。ああなね、だからそういうのが、やっぱ、理想だなって思っちゃうな、私は。 いいじゃないっすか。<laughs> まあだからちょっとあの、飼い犬はちょっとなの <laughs> 飲の飲の飲の飲,み飲みい,いいよ別に。すぐじゃなくてもいい。なんで後ならいいと思ってんだよ、お前。<laughs> <laughs> 後ならいいとかねえだろ、お前。<laughs> ダメか。焼き肉行こう。焼き肉。なぎさんのおごりで。<laughs> まあ別にいいけどね。うん、やったぜは。正直別にそれくらいならいいけどさ。